昨日の広島ヤクルトの球審。9回表、2アウト1塁で。球審、タイム、W。なお何のタイムかわからんかった模様。おしっこ我慢してただけやろ。間合いが長くてじっとしてられんかったんや。ずっとパイアしてたのに、空振りしたからパイアできなかったのくさ。ラジオ解説のアニヤさん激おこだった。てこきそうだったんやろ。ここ以外もストライクゾーンおかしかったし、判定を制し普通に能力低い。まあもう二度と一軍では見ないだろう。審判、帰りたくないんご。これはひどい。新井さんもクソ不満顔やったな。確かに長かったからな、宮本が我慢しとるから、代わりにタイム取ってあげたんや。正直ここよりも下辺ゾーンの方がひどかった。ピッチクロックかな。広島ファンさすがに切れてたな。